向けの予備役部隊であり、司令部はカリフォルニア州マーチ空軍予備役基地に置かれている。また、予備役部隊であることから、司令官職についても予備役軍人が当てられており、現在は予備役少将のポストである。航空機動軍団向けの予備役部隊であり、輸送機、空中給油機など訓練、運用している。11個航空団、2個軍が主力であり、 アメリカ各地の基地に展開している。第四空軍は南西航空地区隊を改編して1940年12月18日にアメリカ陸軍航空隊の部隊として設立された。当初の任務はアメリカ合衆国本土南西部の防空であった。後に訓練部隊としての任務も課せられている。1946年からは防空軍団の参加で防空任務に就いた。 上級部隊は1948年に大陸航空軍団となったものの、引き続き1960年まで防空任務についていた。1960年以降は編成解除の状態にあり、1966年に航空宇宙防衛軍団下で防空部隊として再編成されたが、これも1969年に編成解除された。 予備役部隊として1976年10月8日に再編成され今日に至っている公式サイトありがとうございます。